はいさい、今回は南城市の浜川御嶽に来ています。この時期でも浜川御嶽ではね、蝉がみんみん鳴いてますね。どこにいるんでしょうね。まあ、木いっぱいあるんでね、ハマる木はいっぱいあるからね。それはいるかでですね、ちょっとね、今日もうね、カメラのバッテリーが少ないんで、足早にね、撮影していきたいと思います。ね、浜川御嶽の発明文がありますね。昔、天満清がね、左行かない、海の彼方の理想郷から、八原司、ね、50メートルの海中にある、左行かないへ、要拝所となっていますと。ね、そんな場所が、こちら、浜川御嶽ね。こちらもね、上がりうまいの一つとして数えられてる場所なんでね、ちょっとね、お邪魔しますだけの挨拶だけしよっか。お邪魔します。ね、あちらこちらにね、航路があったりするんですよね。もう森ですね、本当に。で、まあ、浜川御嶽、まあ、さっきも呼んだんですが、さっきまで満開だからね、まあ、二代かなりにね、上陸した浜川御嶽にしばらく仮住まいした後、今のミントングスクに住んだっていうわけね、浜御嶽がね。なので、ここも浜御嶽が仮住まいしたっていう場所なんですね。そして、こちら、スーバナッカサですね。あの木のね、根元に穴があるんですよね。まあ、そこの横っちょにも航路があるんで、そこで手合わそっか。スーバナッカサもね、航路があって、ね、こちらですね。はい。立派な大木。まあ、浜川御嶽といえばね、ガジュマルのね、根っこが、すごいんで、ここもちょろっと映そっか。おぉ、グラグラしたね。やっぱ、いつ来てもすごいよな、このね、なんていうのかな、森が、本当に神秘的というかね。はい。白の岩肌。すごいよね。すみません、ほんとすごいな、この入り組んだ根っこ。はい、こんな感じで、浜川御嶽はやっぱりね、今でも、聖域、上がり前のね、聖地巡礼の一箇所なんで、やっぱりね、すごいです。で、こちらね、八原司の石碑がね、ある、客なビーチへ降りるね、岩階段、石階段ですね。ここもね、いい雰囲気なんですよね、この岩がね。よいしょ。ちょっと振り返って映そっか。まあ、この辺のね、岩の感じももうパワー感じますよね、この岩。はい。めっちゃ絵になるな。ね、360度回してみるとね、こういう感じですね。では早速ね、タクナビーチ行ってみようか。声がするね。どこがいるかな。この辺ヤドカリが多いね。今さっきも動いてたけれど、じゃあな、他ヤドカリちゃんたちがたくさんいますね。やっぱまだこの時期でも観光客はいるんですね。よいしょ。はい、こちら、タクナビーチですね。これサムネイルにいいね。よいしょ。はい、タクナビーチ。
こにはテント張ってるな。で、ね、天海清雄が最初に降り立ったっていうの言われている。おっと、バッテリーがもう 20% 切れて今警告出てたね。画面中央のね、この50メーターとか先にないけどな。まあ、いっか。ね、こちら。八原塚さです。海が綺麗ですね、青くて。ねえ。やっぱ、南城市、自然が多くて綺麗ですね。時間もね、もう夕方なりつつあるんでね、日も傾いてきてますよ。はい、ちょっとね、今回短い動画になっちゃうんですが、ちょっとバッテリーの関係上ね、今回ね、久々に上がりうまいのね、浜川宇滝と八原塚さからね、沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったねー、バイバーイ。